リーグオブヒーローズですね。キングさん、外見も内面も完璧だなんて、まさに一流ですわ。一流ですわ。プラチナまで来ました。こっからがね、勝てなくなるんですよね。結構 UE の方も多くなってきますし、3人 UE ね、5番人気、5番、勝てない。もうここまで来るとなかなかもう勝てなくなってきちゃってね。この子の実力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。やっぱり今回ラークがシナリオラークになって優位にならないと結構やっぱり上位の方には食い込めないなというのが痛感しました。いい仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。この優位の壁は結構でかいですね。その育ててますけど相当やり込まないとなかなか優位にはパドックでも注目を集めるならない。素晴らしい仕上がりですね。芝のコースで生活高いですね。相手の方はなんかね、もう一息頑張ればってとこまで来てるのに、なかなかライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。勝ちは十分に狙える3番人気、11番里のダイヤモンド。高いですね、3番人気ではありますが、逆転を狙える能力を持っていますよ。最後の直線での粘り強さには目を見張るものがありますね。受けられなかったかなと思っているんですけど、12番人気、12番、6番人気、1番声優スカイ。これ以上ない仕上がりですね。この子の持久力を見せつけるには絶好の舞台ですよ。9番人気は2番、3番、11番人気です。5番人気、5番、成田トップロード。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したい。これは厳しい戦いになると思います。さあ始まります。第1レース、チームメンバー同士で一致団結、気合十分の様子です。さあ1番人気の紹介です。ここまで無敗、グランプリウマ娘北さんブラック。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。ここまで無敗、グランプリウマ娘成田大臣。注目のここまで無敗、グランプリウマ娘成田トップロード。5枠5番での出走、気合十分。いい顔してますね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、各ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。向こう上面中間に入っていく、北さんブラック快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は北さんブラック、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。少し離れて12番、少し後ろから7番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭がやや速いのか、隊列は縦長になっています。各自自分のペースを保っているようですね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭北さんブラック、レースはよどみなく進んでいます。続いてセイウンスカイ、1馬身差12番、1馬身離れて7番、その後ろから3番、1周目のスタンド前にかかってゆく成田トップロード。並んでくるおよそ5馬身開いて4番、1馬身離れて桜ローレル。それを見るように里のダイヤモンド、さらに外から成田大使。後方2番手に2番、最後方ポツンと1人、6番、意気揚々と先頭を行きます北さんブラック。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。北さんブラックまだリードをキープしています。続きましたセイウンスカイ、3番手に7番、外を回ります。3番、12番、続いている。さらには成田トップロード、その後ろに里のダイヤモンド。2馬身3馬身開いて、冬を越えて私は咲く。
1馬身差4番さらに成田大使1馬身差2番ポツンと1人6番2周目の向こう上面各馬娘たちの動きが激しくなっています。そしてここで先頭はセイウンスカイ1馬身差北三ブラック外を回ります成田トップロード1馬身差3番すぐに続いて7番その後ろ12番桜ローレル並んでくる少し離れて里のダイヤモンドそして内目をつきましては乗せちゃいましょうか。残り 1000m 通過外から行く成田大使2馬身3馬身開いて2番そして最後方6番セイウンスカイ先頭を進みますがこれは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。さあここから先頭を伺うのは北三ブラック成田トップロード前を狙っているぞ。駆け抜けます頂点への道を。残り400円最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは北三ブラック外から上がってきたのは里のダイヤモンド残り200円並びかけてきたのは里のダイヤモンド北三ブラック苦しいけど粘っている里のダイヤモンド完全に抜け出した里のダイヤモンド差し切ったゴールこのレースの主役は里のダイヤモンド栄光の輝きはこの馬娘を照らした。2着にはセイウンスカイ3着に入ったのは北三ブラック上出来厳しいですね。ご覧に来るとプラチナの方のスタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。向こう上の第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える人は出てくるのか。残り400残り200成田トップロード食い下がる。2番サクラローレル追走セイウンスカイリードは1馬身セイウンスカイ2番1着でゴール。第2レースを1着でゴールしたのはセイウンスカイ素晴らしい走りを見せてくれました。イエーイ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそう。まもなく第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。抵抗まで400200を通過先頭は依然セイウンスカイ追いすがるミスター CD セイウンスカイ足色は衰えない。お見事セイウンスカイ着戦以上の強さを見せた、ね、見事な勝利です。第3レースを1着でゴールしたのはセイウンスカイ素晴らしい走りを見せてくれました。成田トップロードに勝てなくなっちゃったんですよね。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目します。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから200を通過小栗キャップ食らいついてゆく。4番桜ローレル足色は衰えない。3番手争いは日本のブルボン9番桜ローレルお見事引き分けか。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。栄光まで400さあ残り200 5番セイウンスカイ逃げる逃げる5番セイウンスカイリードは2馬身足色は衰えない。5番セイウンスカイ1着です。成田トップロードがちょっと活躍しなくなっちゃったら勝てなくなりました。うん、やっぱこれから厳しい戦いですね。はい、ご視聴ありがとうございました。